その前に、チャンネル登録をお願いします。1980年6月3日生まれのあなたへ。非常にコミュニケーション能力に長けていて、全く接点がないような関係性から共通点を見つけるような観察力に優れていて、人と人、物と物、あの世とこの世などを結びつけることに長けています。つなぐのが役目なため、その輪の中に入れないことがあります。自分があまり評価されてないと思いがちですが、前に出すぎるのはタブーです。相手にどうおもてなしをすれば、喜んでくれるのかを無意識に理解していて、コツコツ積み上げることで信頼を生みます。人生の中で大きな成功を望みます。考えるスケールは大きく人を引きつけるカリスマ性を持っているので、小さく収まるようなことは望みません。人を分けることなく、幅広い人脈を作っていく人です。チャンネル登録をお願いします。この人は自分も他人も許すがテーマです。許せないそれでも許せますか?と試される状況が多々訪れます。あなた自身の中でも許せない自分を受け入れ乗り越えて許す気持ちを知りましょう。と問われる場面が多くあります。人は完璧ではなく未熟なところがたくさんあります。その人の状況や立場、環境を知った上で受け入れてみてください。何事にも受け入れてくれるあなたに、人を優しい気持ちに変えたり、穏やかな気分にさせたり、心が軽くなったりし、癒され魅了される人も多いですが、すべてを受け入れてしまい真面目なため、自分で責任を取ろうとします。全部責任を取ろうとせず、周りと調和を取りながら物事を進めることがキーワードとなってきます。あなたには人物、現象に対して疑うという機能がついていません。洗脳されたり、騙されるたりと痛い経験をすることもしばしばありますが、許す気持ちを忘れないようにしてください。許すは3つあります。許すは罪や過ちを許す。許すは何かをすることを認める、許可する。そして叙すは、思いやりの心で罪の過ちを許し、相手の思いを図ること。言い換えれば、すべてのことを受け入れて、進歩させ、向上するために努力することです。許すことが本当にできたとき、人は癒され魅了されます。常にベストを尽くし、真面目に取り組み好印象で、きっちり仕事をする手を抜けない頑張り屋さんなので、批判せず、受け入れることにポイントを置いてください。しつこいようですが、チャンネル登録をお願いします。肯定的なセルフイメージを持ち、絶対的な自信と高いモチベーションを持っています。忍耐力も兼ね備えており、長期的な視点で物事に取り組むのが得意です。外見では他人に合わせているように見えますが、実際には自分のペースで物事を進めるマイペースな一面もあります。ポジティブシンキングの持ち主で、小さなことでも前向きに改善しようとします。忍耐力もあり、集中力を保つことで優れた結果を生み出します。人間関係で悩むことは少なく、リーダーから裏方まで様々な役割をこなす柔軟性があります。ただし、多くのことに才能を持っているため、意思決定に時間がかかることがあるようです。最後までご視聴いただきありがとうございます。本当にしつこいようですが、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしくお願いします。